あなたのその美しい勇気を分けてください。倒れそうで怖いから、昨日を翼にして生まれ変わりたい。歩き疲れて眠った数ほど、自分を愛せる生き方がある人はなぜ何に向かって何を超えるため走り出して行くのか。あなたのその美しい分けてください。倒れそうで怖いから、昨日を翼にして生まれ変わりたい。遥か遠くに霞んで見えるゴールを過ぎても、まだ道は終わらない。命ある限り分けてください。倒れそうで怖いから、昨日